ンキャップは1979年によりアメリカで実施されている自動車の安全性の評価。また、他の国や地域で実施されている評価にも名称が使用されている。毎年政府機関である米国運輸省道路交通安全局により実施され、結果が公表される。全面衝突試験、側面衝突試験の2種の試験を行っており、 ダミー人形の障害データをもとに特典が付けられ、評価される。また、大転複製の性能を評価している。星の多少で評価されており、星5個が最高、安全と評価されている。日本、オーストラリア、韓国、中国、ヨーロッパ、南米においても同様の衝突テストが実施されている。それぞれ国名の頭文字を使って、ジェムキャップ。 アンキャップ、アンキャップ、シーンキャップと呼ばれる。また、ヨーロッパの場合は、ユーロンキャップ、南米の場合は、ラテンキャップと、それぞれ呼ばれる。単に、アンキャップといった場合は、アメリカでの衝突試験を指すが、特に区別が必要な場合は、US ンキャップと言われる場合もある。ただ、たまに誤解され US ンキャップのことを指して、アンキャップという語が使われることもある。ありがとうございます。